こんにちは、宝塚です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、 YouTube の中にですね、このカードと言われる、機能があるんですけれども、その追加の、方法をちょっとね、お伝えしていきたいと思います。ちなみにこのカードというのはですね、例えばこの画面の横に、YouTube を見ていると、例えばおすすめ動画とか、なんかちらっとこうこれ画面の右からピョーンって出てくる、やつがあると思うんですけども、あれがねカードと言われるやつなんですね。でこのカードというのは、スマホ版のこう YouTube スタジオでは追加することができないんですね。ですので、PC の方で、PC のブラウザで、ぜひやっていただきたいんですが、一番はやはりこの Google Chrome、 YouTube は Google の、サービスですので、 Google Chrome でやった方がより、やりやすいですのでね、ぜひブラウザは、Google Chrome を推奨します。さあ、これはですね、まず編集画面になっているんですけれども、僕もこれからちょっとカードをね、追加していくという形になりますけれども、このカードはですね、いろんな使い方があります。例えばその自分の別チャンネル、サブチャンネルに誘導したりとか、ぜひね、人気の動画、一押しのね、自分の中の人気の動画、一押しの動画をお伝えしたりとか、あともしくはね、別チャンネルでも面白いと思う、動画を、紹介したりとか、いろんな使い方があるんですけれどもね、まずこのカードの部分をぜひね、クリックしてください。そうすると、新しいタグが、開きます。で勝手に、動画がね、そう再生されますのでね、一旦音が出ますのでね、止めていただいて、こういった形でね、動画の長さが、あります。僕は今、9分台のね、動画になるんですけれども、この、好きな場所にですね、こういうふうにカーソルをこう置くことで、好きな場所にこのカードを出現させることができます。で僕の場合です と、この仮想通貨チャンネルから、例えば音楽チャンネルへ、じゃあこの誘導してみようというところを、お伝えしていきますのでね、だいたいですね、時間どこに出すかっていうのを自分で決められますので、ここは任意の場所で決めてください。僕はだいたい2分ぐらいのあたりで、じゃあ1回追加してみますね。でまずここで場所を決めて、カードを追加というふうに、そうするとプルダウンでね、メニューが出てきます。追加するできるものは、動画また再生リストですね、そういったものを宣伝できますと。でチャンネル、他のチャンネルを宣伝しますよと。アンケートっていうのもね、あるようなんですね。アンケートの、への参加を、視聴者に呼びかけると。そしてリンク、認証済みウェブサイトへのリンクということですので、僕は基本的にはカードはこのチャンネル、他のチャンネルを宣伝する目的でのみ使ってますね。昔はですね、よくこの動画とか再生リストも作成してたんですけれども、やはりアナリティクスを見てみると、そんなにこのカードから飛んでもらうっていうことが、やっぱ少ないので、やっぱ、動画を見てる途中にカードが出てきて、僕自身も、YouTube 見てて、そのカードに飛ぶことあるんですけど、やはり今見ている動画を最後まで、見てみないとちょっとなっていう、ところですので、やはりね、この僕の今までやってきた中では、動画また再生リストよりは、音楽チャンネルをね、誘導しようと、案内しようというところに落ち着きました。でもこれはね、本当人それぞれ、あとは動画の種類によってはね、この再生リストとか動画をね、案内した方が、宣伝した方が有効だと思いますし、アンケートというものを使って、見るというのも、すごく、いいと思いますので、ぜひいろいろ試してみてください。でやり方は、ほぼほぼ一緒ですのでね、まずチャンネル、他のチャンネル宣伝するという意味で、作成をします。そうするとこういう形でね、別の YouTube チャンネルにリンクしますと。ちなみに、動画を作成というふうにやると、こういうふうに自分自身のアップロードした、動画の中から選択することが、できますし、またね、動画の、URL ですとか再生リストの URL をこちらに、入力する、例えば、別のタブで開いて、自分自身の、動画とかね、URL をこちらに貼り付けてカードを作成とすると、このカードがね、作成されますので、まずチャンネルですね、作成。そうするとこういったチャンネルという画面が出るんですけれども、1回ですね、この URL を入力すると、次回からこういった形でね、もう候補が出てくるんですよ。ですので、一度僕は宝トクト の音楽チャンネルというのをね、宣伝したいので、この音楽チャンネルの URL ですね、このチャンネルトップページ
の URL をこちらに貼り付けます。そうすると次回からですね、候補が現れますので、でこれカスタムメッセージというやつなんですけれども、これチャンネル登録お願いいたしますということで、これが画面にこう出てくる言葉になるんですけれども、まあ、こういった形ですね、もうすでに候補が出てきますので、一度入力して次回からパポポポッと、ね、作ることができますので、この言葉は、ね、ぜひ任意で、ね、つけていただけたらと思います。カスタムメッセージというのが、ね、その画面に出てくる言葉になります。でティーザーのテキストというのが、このリンク先の、ね、がどういったものなのかという、要は、このリンク先の、まあ、タイトルみたいな感じですね。でここでカードを作成と、そうすると処理がされて、まあ、ここに右上にちょうどアイマークが出ました。インフォメーションマークが出ました。こう一回クリックすると、まあ、こういう感じですね。ここの上の文字が先ほどのティーザーの絵のテキストという、まあ、そのタイトルですね。でここにチャンネル登録、お願いしますということで、これはテキストのメッセージということですので、まあ、このあたりの言葉ね、どういったチャンネルなのかっていうのをね、お伝えしてあげると、いいかもしれません。まあ、こういうふうにね、動画を切り替えて、まあ、再生させると、まあ、ちょうどこの2分のね、2分のあたりに来るとちょうど右上からスコーンと、はい、こういうふうに出てきますのでね。でここちょっとクリックすると実際に飛んでいくと、はい、僕自身の音楽チャンネルに飛んでいくというような形になっております。非常に慣れてしまうとですね、すごく使いやすい便利な、ね、機能となりますので、ここはぜひチャンネル登録にしたりとか、あといろんな、ね、用途があると思いますので、ぜひ活用していただきたいと思います。カードを作った際ね、すべて変更は自動的に保存されます。ですのでね、しまったって保存し忘れたってことは、ありませんので、ぜひ、ね、ここを活用してみてください。アンケートというのは初めてですね。アンケートの質問、こういったものも選択肢とかそういったものが追加でねできたりしますので、今度こういったアンケートも一回使ってみようかなと思いますのでね。アンケートの質問、例えばこの動画は面白かったですかとか、はい、いいえというような感じでね、怖いですね。そういったものもね多分できると思いますので、ためになりましたかとかね、そういったアンケートもね一回作ってみても面白いかもしれませんね。はい、で YouTube スタジオに戻るという形で押すと、自分のまたページに戻ってくるかといきます。まあ、実際にはもうカードはね保存されておりますので、はい、ちゃんとねここにこちらにねちゃんと、保存されておりますね。はい、それではね、今日はカードの使い方を、作り方をね解説したんですけれども、まあ、ぜひねこの、こういった一つ一つ小さいことなんですけれども、めんどくさいなと思わずにですね、ぜひ、自分がおすすめしたいチャンネルとか、動画、こういったものね一つ一つ、どこに誰が興味を、ね、関心を示すか、分かりませんのでね、遠慮せずにガンガン、ある機能は使っていってください。Google、YouTube 側もですね、その意味なくこういった機能を載せているわけじゃないんですよね。いろいろとこうブラッシュアップしながら、この YouTube スタジオ、YouTube のねこの管理画面というのが出来上がってきていますので、昔はねカードですとか、まあ、この次はねこう終了画面の、動画も、お届けしますけれども、使い方もね作り方もお届けしますけれども、まあ、こういったものが一緒くただったり、してたんですけれどもね、まあ、どんどんブラッシュアップしているわけですので、まあ、このカードもねしっかり使っていって戦略的に動画をね PR、していきましょう。それではね、YouTuber への道、ぜひ頑張って、邁進していきましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。